前回、龍泉刑務所から脱獄した後の霊夢とマリサ、二人は龍泉島の灯台で桑水の天然水を飲んだ。するとマリサは寝てしまい、ブレンホイッツ刑務所の前の記憶、マリサと霊夢の刑務所生活の原点、ボーグナー刑務所での記憶を取り戻していく。二人はある部屋でくつろいでいたが、なんとそこにあの監視が入ってきた。マリサのポケットになぜか入っていた、ダンゴムシの殻。これのおかげで二人は刑務所送りとなった。しかしなんでこんなものが入っていたのか。そしてその後フォーグナー刑務所で1日を過ごす2人、霊夢とマリサは過去の記憶から何かを見つけることができるのか。てことで2日目だな。てか刑務所なんて嫌なんだけど、あの変な監修もなんなの？知らんわ。まあ私たちは脱獄をするしかないんだよ。脱獄って言ったって、私たち脱獄なんて経験ないんだよ。普通の人は経験ないんだよ。でもなんとかして脱獄しなきゃなんだ。そうだよねー。またみんなでゲームやりたいもんね。残酷ミスっちゃミンゲーム。なんだよそれ、聞いたこともないゲームを出してくるな。マリサさんご存知でないのですか？あの世界的に有名なゲームですよ。ごめん、それが世界的に有名なんだとしたら、この世のすべてのゲームが世界的に有名ってことになるぞ。それは大変だね。なんでお前が人事みたいな感じなんだよ。っていうかさ、脱獄しなきゃなんだから何か作戦会議しようよ。マリサはそんなんだから計画性がないって言われるんだよ。のっぺらぼうだよ。ちょっと待て、計画性がないって言われるのはいいが、のっぺらぼうって言われるのは意味わからんだろって。今日はどうしよっか。毎日少しずつ脱獄のための準備をしていきたいよね。まあそれもそうだな。昨日はまだこの刑務所に来たばっかりだったから、とりあえずの流れとかを確認したよな。最初は朝ごはんなんだっけ？そうだな。だからまずは食堂をしっかり探索していくことからしてみるか。そうしましょう。あ、早く監視戻ってこないかな。よ、元気か？牢屋にいて元気でいられると思いますか？私は元気だ。あんたの状態はどうでもいいんだわ。てか監視さんって警察なんじゃなかったんですか？私たちの部屋に来た時に警察だって言ってませんでした？あれはサプライズだ。どんなサプライズだよ。気にするな。というか言葉遣いには気をつけろ。お前たちの残り日数は私が管理しているんだぞ。ちょっと脅すなんて卑怯ですよ。なら私に逆らわないことだな。ふははははははは。何この監視怖いんだけど。ってことで昨日と同じく、まずは食事だ。やったー、朝ごはんだー。っていうかそろそろ出所していいですか？急に変なこと言ってて聞こえないな。もうこの刑務所嫌なんですよ。広場になんかセルフ処刑場とかあるし。この刑務所から出たいんだったら、そのセルフ処刑を使うといいさ。空に行けるぞ。それはなくなりになってません。うるさい、私に逆らうんじゃない。逆らってないし、なんか変なの投げてくるのやめてください。まあてことで食事だ。しばらく食事していてくれ。じゃあな。了解しました。ってことで食堂に来れたな。ここでは何をするんだっけ？お前記憶力には鳥かよ。そこまで悪くはないって。悪くはないよね。何ちょっと不安になってるんだよ。てかここ昨日行ったっけ？うん、どこ？あれ？お前今どこにいるんだよ。君には私の姿を捉えることもできないだろう。この速さ、君が私の姿を見ることはもうない。変なこと言ってないで早く来てくれ。あ、すみませんって。どこですか？ほらここだよ。あれ？そこ行ってないね。なんか奥まで行けるようになってるぞ。嘘？でもどうせそこもツルハシが必要なんじゃないの？いや見た感じここはどこか行けそうだぞ。それじゃあちょっくら探索してみましょうか。うわ、なんかこの探索してみましょうかって、脱獄っぽい。なんだよ脱獄っぽいって。今日からこの言葉いっぱい使おう。使ってもいいが、あの監視さんにはバレないようにしろよ。わかってますって。てかここ結構長いんだね。どこかに繋がってたりするのかな。もしかしたら今までここに収監されていた囚人が脱獄のためにいろんな道を作っているのかもしれないな。じゃあ私たちが脱獄するためにはその道を使っていくのが良さそうだね。そういうことになるな。てかマリサー、なんか変なとこに出るよ。ここはどこかの噴水か？これ上がったら監視がいるとかじゃないよね。大丈夫そうだぞ。てかここどこだ？一応まだ刑務所の中っぽいね。まあそんな簡単に脱獄はできないよな。てか霊夢よ、こっちになんか道があるんだよ。何かいいところかな。お、ここには部屋があるみたいだぞ。そのチェストは何かお宝なんじゃないの？いや、なんかカーペットが大量に入ってるわ。なんだよお宝じゃないのか。てかこの部屋なんだ？看板に書いてあるね。監守共用休憩室だって。おいおい危ないわ。もしかしたらあの監守がここで休んでる可能性があるってことか。でも中を覗いたけどその様子はなかったな。てかマリサここ広場の隣だ。そしてあそこに苗木があるよ。苗木？あれを取って育てたらさ、ツルハシとか作れるんじゃない？おう、お前意外と頭いいんだな。でも、どうやってあそこに行くかだな。ここの扉は出ても戻ってこれそうだ。うん、どうしよっか。うん？はぁ、監視飛んでるんだが。なんで飛んでるんだよあいつ。うわ、しかもこっち見てる。嘘バレた？いや、わからない。でも完全に見られたと思う。で、どっか行ったね。巡回の仕方意味わからなくない？それもあるが空を飛んでるのが一番の謎だ。そういえばさ、私たちが捕まったマンションあるじゃん。あそこから移動するときも飛んでたよね。ああ、そうだよ。あの時はなぜか知らないが私たちも飛べたんだ。あの監視超能力者とかなのかな？そんなのあるか？まあいい。そんなことより、今は食堂に戻っておこう。そうだね。どうかな、バレちゃったかな。でもバレてたんだったらあの場で声をかけると思うんだよな。確かに。じゃああの監視ってアホなのかな。その可能性が一番高い。てかマリサここにもなんか水あるね。動物たちの水飲み場なんじゃないか。うん。あれ？どうした？なんかここも行けそうだよ。なんか下まで水が続いてる。嘘だろ。ここもどこか行けるのか。ちょっと土を掘って行ってみようか。監視が戻ってきちゃうかもしれないから早めに行こうな。そうだね。お、どこかに出られそうだぞ。
ってここは野菜木のところじゃん。ほんとだー。これ一本くらいもらって言ってもバレないよね。てかあっちになんかチェストがあるぞ。ちょっと急いで見てくるわ。じゃあ私ここの苗木一本奪っとくね。さてさてここには何があるんだ。苗木ここにもあるのか。一本だけもらっておくか。よし、あとは看守にバレないように食堂に戻るぞ。あ、マリサチェストに何が入ってた？苗木が入ってたぞ。なんだつまんないの。それじゃあ急いで戻るぞ。合点承知。いやそれにしても刑務所内をバレないように移動するのって緊張するな。私足がくぐる大先生だったよ。がくぐる大先生ってなんだよ。緊張で手汗がアンダーザシーだったしね。意味わかんない用語使わないでもらっていいですか。てか苗木手に入ったね。これで木が手に入る。てか今思ったが苗木があっても育てる場所なくね。あ、そうだった。広場に植えたらバレるしねー。あ、広場の地下とかは？あの噴水の下の空間。あ、そういえばそんなところあったな。あそこならギリギリ育ちそうだな。だよね、自由時間に植えちゃおうか。そうしよう。てかあの看守にさっきのがバレてなければいいが。おい、食事は終わりだ。監視さん何か変なもの見ませんでしたか？変なものは何も見てないが、よく出没する唐揚げの三菌抗体は見たぞ。なんだよそれ。あ、もうそんな時期なんですね。この刑務所にも出没するんですか？いやなんでお前普通に話してるの？唐揚げの三菌抗体ってなんだよ。おいこいつは知らないのか。なんだっけお前名前。私ですか？そうだ。私はマリサです。あ、マリサか。それじゃあそっちの赤いのが霊夢か。てかなんで監視が私たちの名前を知らないんですか？いやどっちがどっちかわからなくてな。話は聞いていたが実際に見たことがなくて。私たち有名人なんだな。まあてことで自由時間だ。有意義な時間を過ごしてくれ。パイプとマリオ。霊夢とマリサだよ。ああ覚えづらいな。色で呼ぶことにするわ。なんすか色で呼ぶって。赤と黄色って呼ばれるんですか？そうだな、赤いのとバナナって呼ぶことにする。ちょっと待て。それじゃあ自由時間楽しんでくれ。おいなんで私だけ色じゃないんだよ。そういえば噴水の上に鉄鉱石あったよな。過去に抜け出そうとしたってやつが置いていったやつだね。一応それ持っていくか。いつか鉄鉱石が役に立つかもしれない。そうだね。で、次は木を植えないと。ああ、噴水の下に植えるんだっけか。そうだよ、だから広さとかが足りてるかちょっと見てみようか。そうだな。これって広さ足りてるよね。そこじゃなくて水のところでもいいんじゃないか。あ、そうか、こういうことだね。ああ、あとは光があればいいから適当に松明で光らせておくか。この木が育つのってどのくらいかかるのかな。さあ、わからん。でもそのうち育つだろ。そうだねー、木が育ったらツルハシが手に入るし、いろいろとやれることが増えるかも。でも、脱獄の準備を整えるのって大変だな。おいおい、あそこ燃えてるんだが、この広場どうなってるんだよ。そのうち火事になったりしない？大丈夫だよね。なんか怖いわ。おい、有意義な時間を過ごせたか？次は刑務作業だぞ。やったー、刑務作業楽しみ。なんかムカつくから処刑までの日数減らしていいか？なんで？まあ冗談だ。怖い冗談やめてくださいよ。それじゃあ刑務作業場に行くぞ。はい。あれ？なんか昨日と違うところですね。あ、今日は農業をしてもらう。うわー、農業ですか？私やったことないんですけど。大丈夫だ、この刑務所にいるうちに刑務作業のプロになれる。刑務作業のプロってなんだよ。で、作業内容だが、とりあえずここを全て耕して、そこのチェストに入ってる種を植えまくってくれ。それと収穫も頼んだ。大変そうなんですけど。大変だからお前たちにやらせるんだよ。それじゃあ頑張ってくれな。うわー、刑務作業頑張るか。たがやしたがたが刑務作業。たがやしたがたが刑務作業。お次は種を植えていく。おい奇妙な歌を歌うんじゃない。ねえやだよ刑務作業。でもやらないと怒られるぞ多分。こうなったら変な形で植えてやる。お、私も変な形で植えようと思ってたぞ。一個飛ばしで植えてやるぜ。こういうとこであの監守に嫌がらせをするんだよな。まだあって二日目だけど、私はもうあの監守が怖い。あ、そういえば、食事の時間のあれ、監守にバレてなかったんだな。あ、そういえばそうだね。唐揚げの三菌抗体を見ただけって言ってたね。それもそれで意味わからないけどな。でもバレてなくてよかったね。あの監守見た目に反してもしかして結構バカなのかな。見た目も黒ゴマみたいで変だけどな。そうだね。おお、しっかりやってるようだな。お前たちはなかなかに優秀なようだ。私たちプロになれますか？もう何回かやればなれるんじゃないか。じゃあそしたら刑務作業の時私プロなんでって言い切れますね。まあ私にしか言えないけどな。ってことで今日はこれで終了だ。棒に戻るぞ。霊夢ぼーっとするなよ。棒だけに。なんですか？いや、なんでもない。せめて何か言ってよ。赤いのも大変だな。こんなのがパートナーって。ほんとですよ。ほんとですよじゃねえよ。はいてことでお前たちの二日目はこれで終わりだ。あ、やっと寝れる。処刑日までせいぜいせいいっぱい生きるんだな。なんか物騒なこと言ってるんだけど。それじゃあな。ってことで二日目が終わったな。いやー今日は一気に脱獄って感じになったね。まあただ探索しただけだけどな。でもこれで木が手に入るんだよ。それは大きな収穫だった。明日もまた探索したいね。そうだな。そのためには今日はしっかり寝て体を休めよう。そうしましょうか。それじゃあおやすみ。あー、おやすみ。私は桑水の天然水を飲んで。これは夢を見ているのか？フォーグナー刑務所にいた頃の記憶か。そういえばフォーグナー刑務所だけは全然夢に出てこなかったんだよな。そして今夢を見ているってことは、何かこの夢に監守の秘密のヒントがあるのかもしれない。